1947年12月30日。ルーマニアは王政を廃止し、国名が王国から人民共和国へと変わった。翌年の2月4日には、ソビエトと友好条約を締結し、この条約によって、ルーマニアの政治はソビエトに従属することとなった。その人物の名は、ニコライ・チャウシェスクといった。彼は目的達成のためなら、どこまでも大胆に、かつ冷酷に、そして暴力的にもなれた。彼は当時のルーマニア共産党書記長、ゲオルギ・ウデジの下で、党の異界を駆け上っていき。やがて彼は、自身をコンブカトールと呼ぶようになった。皆さんどうもこんにちは。おだてられて調子に乗っちゃったことってありますか？解説役のキメイマルです。調子に乗りすぎる。ダメ、絶対。相槌役のチルノです。さて、前回に引き続いてルーマニアの話になりますが、ゆっくりで語る東欧革命。今回は第12回カルパチアのディクタトルということで、建国後のルーマニア人民共和国においてどのようなことが起きていたか、1950年代から1980年代まで一気に解説いたします。ということで今回の説明項目です。30年分くらいを一気に解説って、随分駆け足な解説だけど、なんで？たまにはテンポよくトントンと年代が進んでいく解説もいいよな、と、そう思ったからなんですよ。そうなんだ。って。嘘つくなよ。さっさと元の年代に戻りたいだけだろ？あ、はい。チャウシェスクが支配者になった後のルーマニアって、ひたすら彼とエレナ夫人の悪霊を紹介するっていう内容にどうしてもなってしまうので、1971年以降は、あまり中身がある話ができないっていうのも、一気に80年代まで解説する理由です。そういうことで今回はちょっと胸クソな内容ですが、ご了承の上、ご視聴願います。さて、今回もいつもよりは短めの尺、さっさと解説を始めましょうか。それでは、解説スタート。さて、ルーマニア人民共和国が建国された後の話をしましょうか。1947年12月30日、前回の動画でも述べたようにミハイ国王が退位した後、デジやグローザたち共産主義政府は直ちに議会を召集し、ルーマニア人民共和国の建国を宣言しました。今表示しているのは、その後の共産党の動きです。まず1、デジたち共産主義政府は、1948年2月4日にソビエトと友好協力相互援助条約を締結し、これによってルーマニアの政治は、ソビエトに従属することとなりました。共産勢力が国を牛耳っていたし、これでルーマニアは、衛星国になったんだね。そういうことです。次に2、まあこれはこのチャンネルの視聴者様たちなら、おなじみのことなんですが、ルーマニア共産党は、他の労働者政党、具体的にはルーマニア社会民主党の左派勢力と合併し、勢力を拡大しました。1948年2月21日から2月23日にかけて、彼ら政党は合併大会を行い、合併後の政党は、ルーマニア労働者党という名称になりました。党首には、デジが第一書記として就任しました。その後政府は再度総選挙を実施。おそらくこの選挙でも不正が行われたとは思うのですが、労働者党とその協力政党の得票率は、実に 92% 以上。議席は414議席中、405議席を獲得しました。すげえ。いやー、いくらなんでもあからさますぎるでしょ。ほんとそれ。さて、次は4ですね。総選挙で圧勝した労働者党ですが、議会での議席占有率に物を言わせて、今度は憲法を改正しました。いわゆる、自由民主主義憲法の発布です。この憲法発布によって、ルーマニアは名実ともにソ連の衛星国となりました。次はデジが行った政策です。その本質は、いわゆるスターリン主義的と言われた政策で、ざっくり言うとソ連の模倣でした。まず1と2は一緒に解説します。新憲法発布後の1948年6月11日、デジたち労働者党政府は、国内にある企業の国有化、すなわち工業、鉱山、銀行、保険、輸送、これらの国有化に踏み切りました。
これにより、国内の工業生産の実に 90% が国家の管理下に置かれました。これら国有企業運営のため、1948年7月には国家計画委員会が設立され、この国には国家によって管理された中央集権型の経済体制が敷かれました。農業の集団化については、1949年の春頃から始められ、50ヘクタールを超える農地を持つ農民は、超過分を政府に没収され、農業生産者へ均等に分配されました。ジョルジュ・カステラン氏の著作、ルーマニア氏によると、この過程で、国内の50万ヘクタールに上る農地が没収され、多くの家族が路頭に迷ったそうです。1951年1月1日に第一次5カ年計画が始まると、この国は工業化に舵を切りました。それによれば、国庫の 42% を重工業関連項目の投資に充当し、農業への予算充当は、国庫のわずか 10% 程度にとどまりました。というのも、それまでのルーマニアの主要産業は、農業でした。ハンガリーとかと同じだったんだね。そういうことです。ドイツやチェコスロバキアと違い、農業しか産業が育たなかったこの国にとって、工業国化や国土の電化は、まさに悲願だったのです。さて、強引にこれら政策を進めていったルーマニア政府ですが、この過程で反体制的な国民も出始めました。まあそうなるわな。時期は前後しますが、1948年6月28日に、ユーゴスラビアは設立されたばかりのコミンフォルムから追放され、ユーゴスラビアとソ連の対立は、はっきりと表面化してきました。これに伴ってスターリンは、ブルジョア民族主義者の追放、いわゆる祈祷主義者狩りを衛星国に指示しました。そしてこの祈祷主義者狩りは、東側の衛星国で権力闘争の口実として使われたのです。ポーランドのゴムーカとかハンガリーのカーダールとかは、これが理由で一度失脚しているよ。ユーゴスラビアとソ連の対立に関しては、一度きちんと説明しないといけませんかね。まあ、しばらくはやりませんけどね。やらないのかよ。まあそれはともかく、反体制分子の取り締まり、そしてソ連からの祈祷主義者狩りの指示、こういった国内外情勢に対応する形で、ルーマニア政府は1948年8月30日、政治犯の取り締まり等を目的とした、全国人民保安庁を設立しました。いわゆる、セクリターテの誕生です。東ドイツの下地、ハンガリーのアーベイハー、アーボー、に並ぶ、とっても悪名高い秘密警察だよ。さて、こういった組織が設立されると、東欧の衛星国では政敵を追放するために、冤罪逮捕や密告が横行したのですが、ルーマニアも例外ではありませんでした。政敵の追い落とし。読み方合ってる。やっぱりこの国でも起きてしまったのか。そういったことでデジは、いわゆるモスクワ派と呼ばれた人物たちを逮捕し、ある者は党からの追放。あるものは見せしめ裁判で終身刑、中には処刑された者までいました。政敵の排除が一段落すると、グローザが国会議長に就任したことを機に、1952年6月2日、デジは労働者党第一書記を兼務しつつ、首相にも就任しました。このやり方って、やっぱりハンガリーのあの人とすごく似てるんですけど。全くですね。それはともかくデジは党と首相、すなわち支配政党と国政の実権を掌握して、この国のいわゆる小スターリンとなったのでした。さて、党と国政を掌握してこの国の支配者となったデジでしたが、それも長くは続きませんでした。1953年3月5日、スターリンが亡くなり、党の書記長と首相を一人の人間が兼務するという体制は改められ、首相はマレンコフに、党の代表は書記長から第一書記へと職名が改められ、フルシチョフが就任しました。いわゆる、集団指導体制の始まりです。この体制の導入に主導的な役割を果たしたのが、ゲオルギー・マレンコフでした。衛星国の首脳たちには、ソビエトの集団指導体制に倣うよう、指示が出されました。前史編で説明した通り、これによってラーコ氏は首相を辞任したのですが、ルーマニアのデジにも、集団指導体制導入の影響が及ぶことになりました。この時開始から2年が経過した第一次5カ年計画も、目標は達成が困難な見通しになっていたので、デジは批判される側にもなっていました。デジは1953年8月22日、第一次5カ年計画を見直すとともに、深刻な自己批判をさせられる羽目になりました。こういったこともあり、1954年4月19日、首相に専念するという理由でデジは党第一書記を辞任。デジの権力は低下したかに見えたのですが、ここで願ってもない、デジにとってはほとんど奇跡と呼べる出来事が、ソビエトで起きました。奇跡と呼べる出来事？マレンコフの失脚です。マレンコフの後任には、ニコライ・ブルガーミンが就任しましたが、この時のブルガーミンは、フルシチョフの側近と言える人物でした。つまりこの時のフルシチョフさんは、事実上、党と行政を掌握した形になるね。まあそんなところです。こうしてフルシチョフは、集団指導体制の体裁は保ちつつも、党と行政を掌握することとなりました。つまり、彼による独裁体制が、半ば完成したことになります。これによりデジは、マレンコフのように、小スターリン的な体制にうるさく文句を言ってくる人物がいなくなったので、
彼は、第一書記に返り咲きました。わかりやすいな。デジは再び党の第一書記と首相を兼務することになり、1955年12月に行われた労働者党大会では、再び工業化路線へ舵を切りました。そしてこれ以降、それまでも行われてきたデジへの個人崇拝は、さらに露骨になったと言います。が、今度は彼にとって、悪夢と呼べる出来事が起きました。この人もソビエトに振り回されまくったんやな。1956年2月14日から2月25日まで、ソ連共産党第20回党大会がモスクワで行われました。その会議の最終日、フルシチョフによって一つの文書が読み上げられました。いわゆる、第一次スターリン派です。この時、個人崇拝の排除や集団指導体制が再び謳われ、ルーマニアにおけるデジの独裁体制は、再び危機に瀕しました。そしてこの頃から、デジはソビエトのやり方を疑問視するようになっていきます。だってソ連の鶴の一声で、デジはかなり右往左往させられてるからね。しょうがないね。第一次スターリン批判以降、ルーマニアでは再びデジへの批判が噴出するようになり、デジは、国民に対して政治的に譲歩せざるを得なくなりました。そして前史編でも述べたように、この年には東欧で様々な反政府行動が発生しました。ポーランドでは、ポズナン暴動からの10月の春、その直後にはハンガリー動乱が発生しました。そしてハンガリー動乱による混乱は、ルーマニアにも波及していました。どうして?前回の動画で、トランシルバニア地方という場所を紹介させてもらいましたが、ここの地方ってどういう特性があったか、覚えてますか?ふふん、それなら前回自分で説明したから覚えてるわさ。地形的にハンガリーとは繋がっている。そうみなされているんでしょ?だからこの地方にはハンガリー系の住民が多いって。あ、察し。気づきましたね。このハンガリー動乱に呼応する形で、トランシルバニア地方のクルジュナポカやテミショアラでは、主にハンガリー系住民による大規模な反政府デモや暴動が発生しました。やがてブカレストでも反政府行動が起きてしまい、政府は対応に迫られたのですが、この暴動鎮圧の責任者だったのが、ニコライ・チャウチェスクでした。デジの元で出世街道を歩んでいた彼は、当時38歳。前年にルーマニア労働者党政治局員にまで出世していた彼は、ブカレストやトランシルバニア地方で発生したこれら暴動の鎮圧責任者となり、結局、暴動は力で鎮圧されてしまいました。暴動鎮圧後、ルーマニア政府は労働者の賃金を上げるなどして、懐柔策を取ったのですが、結局トランシルバニア地方における領土問題や民族問題は、この国の政治をかなり複雑なものにしていきます。さて、話をデジに戻しますが、トランシルバニア地方で起きた暴動への対処も一段落ついた1958年。この頃のデジは首相を退き、第一書記専任で党運営にかかっていました。1956年からは、第二次5カ年計画も始まっていました。そしてこの年の11月26日から28日に行われた労働者党中央委員会総会で、とんでもなく野心的な計画を発表しました。野心的な計画?はい。その計画は、1956年から始まっていた第二次5カ年計画を途中で打ち切り、1960年からの6カ年計画として、強引に採択されました。なるほどね。第二次5カ年計画の最終年を打ち切って、1960年からは、6カ年計画を始めるよ。ってことか。強引だな。でもなんでこんな無理やり新しい計画を始めようって考えたの?何か理由はあったんでしょ?理由は工業化推進でした。スターリン批判後の混乱によって、デジの国家運営方針は右往左往させられることになり、ハンガリー動乱時には、自国でも混乱が起きました。もう早いとこ工業国化して、デジが思い描く自国産業の発展を達成しないと、またソビエトに振り回されるかもしれない。マレンコフもすでに失脚し、ハンガリー動乱の発生に伴い、その原因を作ったフルシチョフも批判の的になった。この6カ年計画によって、ルーマニアはソビエトに振り回されない工業国に発展するのだ。そのためには5カ年計画を途中で打ち切ろうが関係ない。6カ年計画の目標達成は、ソビエトにも邪魔させねえ。デジはそのように考え、多少強引だろうが強力に6カ年計画を推進していきます。1958年11月28日、労働者党中央委員会にて、工業化路線が再び採用されました。これは工業生産の成長目標が、年率 13% という大変野心的なものでした。そしてこれ以降、デジは、というかルーマニアは、独自路線を歩むことになります。さて、その独自路線の内容ですが、まず丸1、これはハンガリー動乱後から、ルーマニア政府がソ連と粘り強く交渉を続けていたことなんですが、1944年からルーマニアに駐留していたソ連軍を、撤退させることに成功しました。これによってルーマニアは、常にソ連軍による圧力を受けるという状態から脱却し、内政、外交にもある程度自由が利く状態になりました。まああくまである程度ですけどね。
次に丸に、これは先ほど説明した通り、工業化路線を発表したデジでしたが、1960年6月20日から始まったルーマニア労働者党第3回党大会で、正式に採用されました。しかしこれで終わりではありません。ルーマニアが、というかデジの路線が独特だったのは、この工業化路線は、たとえソビエトから文句を言われようが、絶対に邪魔させない、というものだったからです。ルーマニアは、というかデジは、共産圏の衛星国でありながら、いわゆる民族自決を目指していました。自分の民族のことは自分たちで決めるって考え方だね。ルーマニアのことはルーマニア人が決める。ソビエトからいちいち干渉を受けるのはおかしい。ルーマニアは、ルーマニア人による、主権国家であるべきだ。資料を読んでいると、ナショナリズムという言葉をよく目にするのですが、他国からの干渉を受けない、ルーマニア民族による国家の建設。これがデジの狙いであり、悲願でもありました。それが如実に現れたのが、フルシチョフによる、コメコン加盟国の分業化政策発表への対処でした。コメコン加盟国の分業化？はい。1958年1月1日、欧州経済共同体、EEC が設立されました。これは加盟国間の経済統合を目的とした国際機関でしたが、これに触発されたフルシチョフは、東欧圏の国際分業体制を模索するようになっていました。つまり東ドイツやチェコスロバキアのような、比較的工業が発展している国には、工業を重点的に発展させるよう、ソビエトから物資と資金が供給される。ルーマニアやハンガリーのような農業で食べている国には、それをさらに発展させるよう指示する。そういった内容のものでしたが、各国の得意分野に合わせて、分業を前提とした生産計画を立てていこう。ソビエトはそう考えたんだね。そういうことです。ほう、なかなか理にかなった考えじゃないか。衛星国の皆さんも、不得意な産業分野で頑張れって言われるより、よっぽどいいよね。きっと衛星国の皆さんも喜んだんでしょ？衛星国の意見はどうだったの？衛星国の意見ですか？大反対でした。ダメだったわ。特に強く反対したのがルーマニアでした。農業国から脱却すべく、第二次5カ年計画を中断してまで工業国化しようとしているのに、フルシチョフの鶴の一声で、ルーマニアは農業で頑張ってね、なんて言われたのでは、たまったもんじゃない？こんな思いつきで、自国の経済発展を阻害されたくはない。デジたちルーマニア政府はそのように考え、フルシチョフの国際分業化計画は、結局頓挫しました。そしてこういったルーマニアの姿勢は、外交政策にも現れました。それが丸4、独自外交です。1961年の第二次スターリン批判以降、中国とソ連は対立し始め、1963年になると、公の場で互いの国を批判するまで対立は深刻になっていました。この時ルーマニアは、当初中立の立場を取っていたのですが、この年の4月、ルーマニアは中国と通商協定を結び、これの1ヶ月前には、当時すでにソ連と対立していたアルバニアとも、国交を正常化しました。ソ連にとっては、何なの？喧嘩売ってんの？って思っちゃうよねー。まあそうでしょうねー。1964年4月には、ルーマニアはソビエトとも中国とも平等に、かつ対等に付き合うという旨の声明を発表しました。衛星国、ルーマニアが、宗主国、ソビエトと対等に付き合う。その原則に則って、中国とも平等に付き合う。か。フルシチョフさん、言うこと聞かない子分を従えて、かなり苦労したんやろな。ほんとそれ。つまりこの頃までには、フルシチョフの衛星国に対する影響力は、かなり落ちていたと言えます。翌月にはルーマニアの使節団が、なんとアメリカを訪問。同じ年の7月には、当時のルーマニア首相、イオン・ゲオルゲ・マウレルがフランスを訪問。ルーマニアは、なんと西側とも外交を始めてしまいました。このように、あっちにもこっちにも同時に手を出すルーマニアの外交姿勢は、後に各国から、3台のピアノを同時に弾いていると揶揄されました。そして1965年3月19日に、デジが亡くなると。デジの後継には、ニコライ・チャウチェスクが就任しました。チャウチェスクはこの時47歳。彼はデジによって始められた独自路線の継承を表明し、この後、ルーマニアを支配していきます。ということで、やっと前置きが終わりました。これでね、かなりはしょったんや。一旦 CM 入ります。さて、ルーマニアの支配者となったニコライ・チャウシェフクですが、1965年7月19日から24日にかけて、ルーマニア共産党第9回党大会が開催されました。まず丸1と丸2なんですが、チャウシェフクは党名を伝統的な名称に戻すことを提唱し、ルーマニア労働者党は、この大会の決議をもって、ルーマニア共産党に名称が変更されました。これに合わせて党代表の職名も、書記長に改められました。次に丸3、これは書いてある通りなんですが、この党大会でチャウシェフクは、デジが行ってきた独自路線の継承を明言しました。工業化こそ、独立と国家主権を保障する決定的要素である。チャウシェフクはこのように述べ、デジ以来の政策を継承し、引き続き工業国家の推進を国民に約束しました。そして党大会から約1ヶ月後の、1965年8月21日に新憲法を発布。
国名を人民共和国から社会主義共和国へと変更しました。さて、国名も支配者も変わってしまったルーマニアですが、就任当初のチャウシェスクは国民からも大変な人気がありました。1966年5月の党中央委員会総会で彼は、党は国家の独立と民族による統一国家を目指す、このように明言しました。彼もデジと同じく共産主義者であり、かつナショナリズムを信奉する人物だったのです。こういったチャウシェスクが訴える民族主義は国民に大変受けました。彼が語るところの民族主義が最高潮に達したのは、1968年に起きたとある事件への対処です。1968年に起きた事件なんだっけ。まあ結構前の動画で取り扱った内容だからね。もう皆さん忘れてますよね。それはともかく1968年に起きた事件とはチェコ事件です。1968年4月5日、行動綱領が発表されたチェコスロバキアでは、数々の民主化政策が推進され、民衆は政治的な自由を謳歌していました。検閲制度は廃止され、マスコミは自由な報道活動を保障されました。国民にも言論の自由が認められ、チェコスロバキア政治に対する活発な議論が交わされるようになりました。やがて国民は、チェコスロバキア共産党が始めたこの自由化政策を、プラハの春と呼ぶようになりました。プラハの春について詳しく知りたい方は、前史チェコスロバキア編その1からその3をご覧ください。さて、チャウシェスクは当初からプラハの春を支持しており、1968年8月15日から17日にかけて、彼はチェコスロバキアを訪問。チャウシェスクは、チェコスロバキアで熱狂的な歓迎を受けました。ソ連からの干渉に屈しない、自国の政治は自分たちが決めるというチェコスロバキアの政治姿勢は、彼が提唱するナショナリズムと、親和性が非常に高かったのでしょう。しかし1968年8月20日の深夜から、チェコスロバキアはワルシャワ条約機構軍による軍事介入を受け、チェコスロバキアの改革は頓挫し、ププチェクも共産党から追放され、プラハの春は終焉しました。この時チャウシェスクは、ワルシャワ条約機構軍の軍事介入を非難していました。そしてルーマニアも軍事介入されるかもしれない。として、労農祖国防衛隊という民兵組織を結成させました。さらにブカレスト中心部の共和国広場にて、市民を動員した大集会を開催し、軍事介入開始の翌日、チャウシェスクは市民の前で演説しました。ソビエトによるチェコスロバキア軍事介入は、ヨーロッパの平和と社会主義の未来に対する重大な過ちであり、恥じるべきことである。我々の兄弟国に対する軍事介入は、正当化のしようがない。私はソ連軍の一兵たりとも、我が祖国ルーマニアの血を踏ませない。片足たりともだ。当時のルーマニア共産党本部は、現在のルーマニア内務省の建物でした。共産党本部のバルコニーで絶叫するチャウシェスクの姿は、市民たちを熱狂させました。この時、すなわち1966年から始まった5カ年計画で、ルーマニアの工業生産は年率 12% の成長を記録しており、それに伴い、ルーマニアは国内の都市化が進んで、国民の生活水準も向上し、ルーマニア国民は、共産党とチャウシェスクに共感を抱き始めていました。この時のチャウシェスクは、まさに国民的英雄、だったのです。しかしその後、ソビエトからの圧力が強まるにつれてチャウシェスクの態度は軟化し、翌年の3月25日から始まったワルシャワ条約機構軍の合同演習に、ルーマニアも参加。ソビエトとの関係の本質は、バランスを見ながら、つかず離れずみたいな感じだったんだね。その一方で西側とも引き続き交流を深め、1968年5月14日にはフランスのシャルル・ド・ゴール大統領がルーマニアを訪問。翌年の1969年8月2日には、アメリカのニクソン大統領がルーマニアを訪問していました。ニクソン大統領訪問直後に開催されたルーマニア共産党第10回党大会では、独自路線の継続と、新5カ年計画が決議されました。この5カ年計画は、引き続き国の工業化を図るもので、国民はこの指導者に対する賛美を惜しまず、ルーマニアには、これからも、明るい未来が訪れる。国民はそう信じて疑わなかった。はずでした。え？話は変わりますが、この時チャウシェスクには子飼いの党員、いわば弟子のような存在がいました。弟子のような存在？はい、イオン・イエスクです。彼は1944年に共産主義青年同盟、1953年にルーマニア共産党に加入、その後チャウシェスクの下で党の位階を上がっていき、この時、彼は共産党の中でも結構な地位にいたのですが、1970年当時、彼はチャウシェスクの後継者と目されるようになっていました。ところでこの人がどうかしたの？まあ、順を追って話しましょうか。チャウシェスクはソ連とも外交関係を保ちつつ、デジと同じく、引き続き西側とも外交を続けていました。ふむふむ。そして当時ソ連とは対立していたアルバニアや中国とも外交関係を築いていました。デジと同じく、3台のピアノを同時に弾いていたんだね。その通りです。
抜群のバランス感覚で多正面にわたる外交をハンドリングし、旗から見たらかなり請求に高揚化を推進していたチャウシェフクですが、1971年6月1日から9日にかけて、彼は中国を訪問しました。ここでチャウシェフクは、毛沢東と会談しました。当時の中国は文化大革命の名のもと、性的追放と反体制分子の取り締まり、それから毛沢東への個人崇拝が、盛んに行われていました。そしてその足で北朝鮮を訪問し、キム・イルソンとも会談しました。が、この訪問を境に、チャウシェフクは豹変してしまったと言われています。キム・イルソンと毛沢東の個人的な統治スタイル、二人が享受している偶像崇拝的地位、指導者を荒人神として扱い、その肖像を打ち振る北京と平壌の数十万の大衆集会に、チャウシェフクは大いに感銘を受けたのである。チャウシェフクは、自分もブカレストで同様の称賛を浴びるに値すると感じた。国民は自分を敬愛してはいるが、それをもっと表してもいいはずだと確信したのだ。帰国後の1971年7月6日、チャウシェフクはルーマニア共産党指導部に対する演説で、次のことを訴えました。演説の用紙は以上の通りです。この論文によってルーマニアでは、文化省革命と言われた政策が開始されました。この年の11月には、7月論文は党の公式路線として採用され、これイコールルーマニアは、愛国の時代を歩むこととなります。なんだって。これらの政策で特に顕著だったのが、括弧書きしてますが丸6の工業化の推進と丸5、政治プロパガンダの拡大で、工業化の推進については、今まで進めてきた政策の通りで、丸5の政治プロパガンダの拡大は、これの達成のために国内のマスコミや出版社、映画制作企業やオペラ、バレエの劇場も巻き込んで、文化省革命が喧伝され、それと同時に新聞やラジオ、詩人などによって、チャウシェフクへの個人崇拝が高らかに歌われ始めました。いわく、カルパチアの巨人、我らが光の源、生ける炎、新たな明星、12球。天界。国内のマスコミは、競って彼への賛美を上げ始めました。これにはスターリンも勝とう。チャウシェフクに対する個人崇拝に関して、東欧革命1989にはこんなことが書かれています。毛沢東やスターリンでさえ、こんなナンセンスのいくつかには辟易したことだろう。だが、チャウシェフク以上におべっかを好んだツマエレナには、ユーモアや地口のセンスはなかった。二人は自分たちについて書かれた大言壮語を信じ、卑屈なゴマすりとご機嫌取りを周囲にはべらせたのだった。こういった個人崇拝や請求な工業国家に対して、当然、疑義を唱える者もいました。しかしそういった反体制分子は、セクリターテによって逮捕され、逮捕された人々は、容赦なく職を解かれるか、行政収容所に送られました。反体制活動の取り締まりは、東ドイツ並みに徹底されていたかもしれません。その証拠にルーマニアでは、連帯や憲章77、もしくはヘルシンキウォッチグループやドナウサークルのような反体制組織は生まれませんでした。イオン・イリエスクも、チャウシェフクの文化省革命に疑念を抱いていました。彼は30代半ばで青少年問題担当省、その後党の宣伝部門のトップに就いた人物で、チャウシェフクとエレナ夫人のお気に入りでした。チャウシェフク夫妻からは、毎週のように夕食へ誘われるほど気に入られていたのですが、文化省革命に関わる主従の政策に対して、徐々に彼はチャウシェフクと対立するようになり、やがて彼は、中央政界から地方へ左遷され、やがて、共産党中央委員の資格も剥奪され、ブカレストの小さな出版社の社長を任されることになり、彼は1989年を待つことになります。さて、チャウシェフクは文化省革命路線発表後、自身のことを指導者、コンブカトールと呼ぶようになりました。1974年3月24日には、これもやはり文化省革命をめぐる対立が原因なのですが、それまで長らく首相を務めていた、イオン・ゲオルゲ・マウレルを辞任に追い込み、4日後の3月28日には憲法を改正し、大統領制を採用。自らルーマニア社会主義共和国初代大統領に就任しました。ここからのチャウシェフクは、エレナ夫人と共に歯止めがつかなくなっていき、チャウシェフク夫妻に対する個人崇拝はエスカレートしていきました。街中には彼とエレナ夫人の肖像が、至る所に掲示されました。もっともその肖像は、彼ら夫妻の実年齢とはかけ離れた、若い頃の肖像のままでした。1982年になりました。この時チャウシェフクは64歳でしたが、街に飾られている彼とエレナ夫人の肖像は、相変わらず40代の頃のままでした。80年代に入ると、彼とエレナ夫人への個人崇拝はさらにエスカレートしていき、やがて個人崇拝の対象は、チャウシェフクとエレナ夫人だけでなく、チャウシェフク一家に及びました。それにも増して彼の評判を落としたのは、この年に発表された、対外債務の完済計画でした。対外債務の完済？はい。プラハの春でチャウシェフクがソ連に反発していた頃、チャウシェフクが西側の国々とも積極的に交流していたのは先ほども述べましたが、西側の国々は、ルーマニアに対して多額の融資を行っていました。これは西側にとってもメリットがありました。メリット？
ルーマニアは1968年当時、国の工業化が進み、国民の生活水準も向上していたため、この国の将来的な経済成長を見込んでの融資だったとは思いますが、一方で、ワルシャワ条約機構に対する利患工作だったとも考えられます。なるほどね。そういう意味でのメリットか。国の工業化を推進していたチャウシェスクにとって、この融資はまさに願ってもないチャンスと言えました。そりゃ工業機械を購入するには、とにかくお金がかかるもんね。しかしこの融資、とにかくとんでもない額でした。例のごとく資料によって載っている額が違うのですが、1982年までの累計ですが、この年までの融資額は、米ドル換算で100億ドル以上だったと言われています。1982年当時のドル円レートが、1ドル約249円くらいなので、ざっと2兆5000億円程度の債務になります。この国も借金まみれだったよ。チャウシェスクは、この対外債務を1990年までに完済すると発表しました。財政の健全化を狙いとして、15年近くかけてこさえた借金を、8年で完済する、か。むちゃくちゃだな。ほんとそれ。ルーマニアは1970年と1975年に大洪水、77年には大地震、と、相次いで自然災害に襲われましたが、1970年代は重工業や貿易では、かろうじて成長を維持できていました。しかしこの頃には天然資源も枯渇し始め、1977年にルーマニアは石油輸出国から輸入国に転落し、1980年代に入ると貿易赤字が拡大、対外債務は100億ドル以上に急増しました。そうした状況の中で、1975年から1984年まで、国会ドナウ運河建設、少し後の話になりますが、1984年からは首都大改造計画の一環として、共和国宮殿建設などの巨大プロジェクトが進められました。共和国宮殿って、確か国民の館って呼ばれてる建物だよね。台所事情が厳しいってのに、随分な税金の使い方ですな。まったくですね。さて、こういった経緯で増えていったルーマニアの対外債務ですが、先ほども述べた通り、チャウシェスクはこの借金を1990年までに完済すると宣言しました。これ以降、国内で生産された食品や工業製品、天然資源のほとんどが海外に売りに出され、債務返済に充当されましたが、その分、国民は待望生活を強いられることとなります。例えばこの時期のルーマニアでは、暖房用の燃料欠乏によって、低体温症やガス中毒などが頻発しました。うん、暖房が使えないから、低体温症が起きるのはわかるけど、ガス中毒はなんで起きたの？ああ、それですね。それについては、東欧革命1989を引いてみましょうか。チャウシェスクは1982年の時点で、対外債務を1990年までに完済すると声明。そのために、国民をへぼり上げた。食料生産の4分の3は輸出に回された。電力はイタリアとドイツに輸出するため、厳しい配給制になった。ルーマニア国民は1部屋につき、40ワット電球1個しか使用できなかった。それも、電力が供給されている時だけの話だ。電気暖房は1日2時間しか認められなかった。自宅でガスにより窒息死する若い人々の数の多さは、ルーマニアではありふれた現象だった。自殺ではなく、暖を取るためにガスコンロをつけたままにして寝入ってしまうのが原因だ。やがて深夜にガス供給が止まり、その後、未明の就寝中に再びガス供給が始まるわけである。つまり、寒いけど電気暖房を使える時間がもう終わってしまったから、ガスコンロで暖を取っていたけど、そのまま寝落ちしてしまって、夜中にガス供給が止まり、火が消える。で、ガスコンロの弁は開放のままになっちゃっている。当時この国で使われたガスコンロには、ガス漏れ防止機能なんてなかったから、未明からガス供給が再開されると、住民が寝ている間にコンロからガスが漏れ出して、部屋に充満し、住民は中毒になっちゃうってことか。夜間に照明がついている店もほとんどありませんでした。バルカンの鍵と呼ばれたブカレストの目抜き通りは、日没後には人影が絶えて、真っ暗だったと言います。まったくひどいありさまやで。それだけじゃありません。時期は前後しますが、1966年10月2日、チャウシェスクは法令第770条という法律を制定したのですが、その法令第770条ですが、以上の条件に当てはまる女性を除き、中絶と否認は違法とされました。これは事実上の否認中絶禁止法とも考えられる政策でした。女性が結婚可能になる最低の年齢は15歳に引き下げられました。チャウシェスクの目論み通り、出生率は急激に上がったのですが、3年もすると低下が見られてきたので、女性は1ヶ月から3ヶ月に1回、強制的に検査を受けさせられました。こういったこともあり、国の出生率は上昇していったのですが、やがて国民の側で、子育てが不可能になってきました。経済的な理由で子育てできない家庭が続出してきたためです。こういった子供たちは、国が運営する孤児院などに送られたのですが、80年代半ばになると、孤児院も受け入れ機能がパンクしてしまいました。ダメじゃねえか。やがてこういった孤児たちは、ストリートチルドレンになるか、
優秀であると認められた孤児は、セクリターテ隊員の候補として、英才教育が施されました。このような政策のおかげで、中絶手術には闇市場が形成されました。需要が凄まじかったこともあり、劣悪な環境下での手術にもかかわらず、中絶の施術価格はヨーロッパのどの地域よりも割高でした。違法な中絶手術は通常、月収の2から4ヶ月分の費用がかかったそうです。施術環境が劣悪だったため、こういった闇の中絶手術は、たびたび失敗しました。しかしたとえ失敗しても、女性たちは合法の医療機関で受診することを拒みました。合法の医療機関だったら、通報されるかもしれないからね。しょうがないね。通常、女性たちは病院に来るのを怖がるあまり、医師が見た時は、すでに手遅れになっていた。彼女たちは、しばしば自宅で死亡した。それでも国民は、チャウシェスクとエレナ夫人への個人崇拝をやめませんでした。なぜならばルーマニア国民は、常にセクリターテの影に怯えながら生活していたからです。実際はどのくらいの規模だったのか、具体的な数字を載せている資料が見つけられなかったので何とも言えませんが、東欧革命1989によると、セクリターテは市民の4人に1人が彼らの情報提供者、という噂をルフして、国民をコントロールしていたみたいですね。こういった噂のルフと、物理的な威嚇、セクリターテはこれら両方を使い分け、国民に対し、国家による監視の目は至るところにあると、思い込ませることに成功していました。こういったこともあり、政府がどぎつい政策を行えば行うほど、目をつけられたくない国民は、反発するどころか、ビジレイクでチャウシェスクへの賛辞を一層強く述べるしかありませんでした。ただ一人の観客を前に、国全体によって演じられた永遠の儀式。この言葉、かつてチャウシェスクと一緒の棒で刑務所に入っていた人物で、後に社会学者になったパベル・カンペアヌという人物が述べたのですが、この言葉の通り、当時のルーマニアはチャウシェスクという観客一人を喜ばせるために、国民全体が彼に演技してみせたのです。冬は凍え、飢えれば飢えるほど、諸悪の根源となっている人物への賛美を一層高らかに歌わなければならない。こういった惨状を目にしてもなお、チャウシェスクは国民による賛美を本気で信じていたのかもしれません。後に彼には天罰が下ることになりますが、それはもう少し後のお話。ルーマニア国民は最悪の低価格環境の中、1989年を待つことになります。とりあえず今回はここまでとします。ルーマニアに関しては、なんとかギリギリ形にはなった感じかな。それはともかく、次回は1987年から1988年までの、東ドイツとチェコスロバキアの話をしたいと思います。次回は2カ国同時進行で話をするんだね。ということは、ぐっと長くなる予感。それはともかく、次回も気合い入れて動画を作ってくれたまえ。震えが止まんねえっす。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。